テグ級フリーゲートは大韓民国海軍のフリーゲート。二川級の改良艦型であり、沿岸防衛の中核戦力となる新型フリーゲート計画のバッジ二型として旧石の建造が予定されている。建造費は3200億ウォン。推進機関はガスタービン機関とディーゼルエンジンを動力にする発電モーターを組み合わせたハイブリッド式システムを採用するも、 建造価格低減のためがスタービン機関を LM2502 機からロールスロイス製 MT31 機に変更された。また、武装は国産の固間防空ミサイル及び軽アスロック対戦ミサイルのための VLS が装備されるなど大規模な設計変更が行われている。ネームシップのテグは2019年1月から4月末時点まで推進機の故障により ドックに経流中である。スクリューが海底や海中物体に接触して破損した運用上の故障であったのか、設計や建造の問題を原因とする故障であったのか、確認中である。2021年9月、同級の複数の間で、推進軸とベアリングが干渉、破損し、オイル漏れを起こす欠陥があることが公表される。破損した部品を新しいものと入れ替えても、 最大速度を出せない状態であり、設計上の問題である可能性が指摘されている。感名は大韓民国の地方行政区画から取られている。ありがとうございます。